愛知大学第二次世界大戦の終結に伴い、東和道文会が創立した東和道文書院大学が中華民国に接収されることになった。その際に学長を務めていた本間基一、後に初代最高裁判所事務総長が中心となり、学生、教職員を受け入れる大学として、1946年愛知県豊橋市に設立された中部地区唯一の 旧政法文系大学である。初代学長は、東和道文会理事で、慶応義塾塾長などを歴任した、歴史家、法学者、法学博士、政治家の林記録。愛知大学と東和道文書院大学とは、法的には直接の関係はないが、愛知大学では、東和道文書院大学を、前身とも言えるという見解を発表している。そうした、設立経緯から、 中国に関する教学が盛んであり、中華人民共和国と国交断絶中も東和同文書院大学が進めていた中国語辞典編纂事業を引き継いで進め、後に中日大辞典を完成させた。また、大学院中国研究科や現代中国学部が設置されている。公明は単に地名から発送されたものではなく、哲学の別称である愛知、 とといいう言葉を語源に持つとしている世界文化と平和への貢献、国際的教養と視野を持った人材の育成、地域社会への貢献を掲げている。遠隔説の主要な出典は公式サイト。1959年に短期大学部女子が設置され、現在ライフデザイン学科を設置。各キャンパスに図書館が付設され、 様々な学問領域の書籍を所蔵しており、蔵書数は2018年3月31日の時点で、名古屋図書館55万134冊、豊橋図書館84万992冊、社道図書館15万7909冊、研究所、学会21万6379冊、合計176万5414冊である、豊橋図書館、 第一書庫には、旧東和道文会所像の図書である、霞山文庫や東和道文書院、品調査旅行報告書といった中国関連の文献が多数所蔵されている。21世紀 COE プログラムとして、1件のプロジェクトが採択されている。私立大学学術研究高度化推進事業として、2件のプロジェクトが採択されている。私立大学戦略的。 研究基盤形成支援事業として2件のプロジェクトが採択されている。研究環境、基盤整備、研究拠点形成事業として2件のプロジェクトが採択されている。2012年に開設された。本館、研究棟、地上20階、講義棟、地下1階、地上11階、構成棟、地下1階、地上10階。 グローバルコンベンションホールで構成されている。キャンパスモールには卒業生で日本画家の平松霊児によるモニュメントが設置されている。2014年、旧愛知県立カニエ高等学校の跡地を利用したカニエグラウンドが整備された。1946年、開学と同時に開設され、2012年まで大学本部が置かれていた。 戦前の陸軍第15師団など旧軍の施設を利用したもので、大学記念館や大学校館、旧総合強度研究所、中部地方産業研究所は当時の建築物である。なお、豊橋市内では1976年の豊橋技術科学大学が開学するまで、大学といえば愛知大学を指していた。 そのため、厚見線の愛知大学もより駅は開業以来、大学前駅であったが、2005年に、愛知大学前駅と改名された。2006年4月18日、NHK 町の連続テレビ小説、純情キラリの劇中で、主人公の婚約者が兵駅で、豊橋の師団へ入るという設定だったため、当時の建物、施設である、愛知大学記念館と馬術場で撮影がやれた。 大学記念館は、かつての大学本館である。1908年、第15師団司令部長者として竣工。1998年に、国の登録有形文化財、建造物に登録され、現在は、愛知大学東和道文書院大学記念センターが、設置さ、東和道文書院大学や愛知大学で学長を、務めた、本巻一などに関する資料の展示が行われている。 現在の学生会館は1998年1月に竣工。管理運営は学生自治会である。管理室、談話室、ホール、1、2会議室、自治会室、1、2、3、4練習室、カシロッカー、第1、第2シャワー室、1、2、3話室、映写室等がある。9第15師団弊社。 愛知大学の学生寮として思え草寮、緑あらし寮の2寮が1988年1月まであった。取り壊された後、1996年11月16日、跡地に寮家、商用家石碑が混流された。第4回卒業生、1951年によって寄贈された。付けられている金は、開学時期に、 松の枝に吊るされて学生に時を告げていたものである。自由受難とは、自由を求めれば、必然的に苦難から逃れることができないという意味で、学生に対して様々な壁を乗り越え、自己実現に向かって前進してほしいという思いを込められている。1950年、名古屋文校として開設された。2004年に高層校舎に建て替えられ、2012年より、 大学本部となる。首都圏における愛知大学の情報発信拠点として設置された。東日本地区の同窓会の拠点として利用されるほか、首都圏での就職を希望する学生へのサポートが行われている。東和道文書院大学を運営していた東和道文会の後継団体霞三会が設置する霞山会館と同じビル、霞が関古門ゲート西館に入居している。 1912年に第15師団長官舎として建設された。愛知大学開学後は、愛知大学交換として、学長や教職職員の宿舎として使用された。豊橋キャンパス北東500メートル余り離れた、豊橋市、石塚町あざい静かに屋。豊橋市指定有形文化財。学生や教職員だけでなく、卒業生、保護者、 友人などの関係者が幅広く利用可能な厚生施設。長野県北作郡立課町に所在。1952年5月7日に犯罪捜査のために大学内に無断で立ち入った当時の豊橋警察の警察官を学生が捕獲したため5月19日に学生7名が逮捕される事態になった。これに対し5月21日に 学長以下全学教授会、教職員組合、学生実地会が協力し、学長名で検察庁に対し協力拒否を行い、また警察署へ抗議文を提出した。これは、警察官の大学内無断立ち入りという、大学自治の原則を脅かす問題を無視し、学生の行為のみを起因とした検挙に不当性を訴えたものであった。名古屋地検は、 暴力行為等処罰に関する法律違反、不法逮捕、公務執行妨害等の罪名で、学生9名、講師1名を起訴した。1961年8月14日、名古屋地方裁判所は、2名に無罪、7名に、軽免除の判決を言い渡した、1名は裁判中に、死去。1970年8月25日、名古屋高等裁判所は、 犯罪捜査のために、警察官が大学内に立ち入ることができる場合を、緊急及びその他やむを得ない自由のある場合、裁判官の発する令状がある場合を別として、大学の許諾、または了解のもとに行うことを原則とすべきであると、した。この控訴審では、事実認定で、事件の重大な争点である警官の北門侵入、そのもの否定され、 一審判決における公務執行妨害罪は成立しないとされた。1973年4月26日、最高裁判所判決。主任弁護士は、被告の学生の父親であり、大須事件も受任していた、天野松次が務めた。天野ら自由放送団に属する弁護士、第二四大学長の本間木一、第三大学長の小岩幸義。 夏目文雄教授らによる粘り強い共闘によって学生側の実質勝利が導かれた。1963年1月に富山県の薬師岳で山岳部パーティー13人全員が遭難死した事件。山岳部パーティーの13人は雪による悪天候により登場を断念し下山をしたが地図と方位地震を傾向していなかったため途中ルートを誤り遭難した。 経過としては、前年の12月25日に名古屋を出発、元日に薬師だけに登庁して1月13日に帰港の予定だったが戻らず、1月14日に大学当局から富山県警に捜索願いが出された。1月15日に捜索活動が開始されたが、発見に至らず、1月27日に捜査が打ち切られ、遺体は同年3月に発見された。 マスコミでは大学生の大量遭難かつ情報も少ないという中で取材競争が加熱化。後に当時の取材状況をまとめたマスコミ空中戦事件記者物語といった書籍も出版された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。